回は牧食の、作り方を、今まで見てきた部分を使って一枚の絵を描いてみたいと思います。それのちょっと題材にするのは、立山ライさんというこの、絵を、元にして立山を描いてみたいと思います。この、注目していただきたい部分は2箇所、今まで、牧食の作り方を2つ勉強してきましたが、1つは、筆の中にグラデーションを使って、初めは黒が出てきて、で描いていくうちにだんだん水になっていくと、そのグラデーションを使って描くという墨色の作り方、もう1つは同じ色の墨を割と均一に筆に入れるんですが、筆の使いによって色を描き分けていくという、この2種類の使い方を、勉強したものがちょっと この絵の中に、両方含まれてますので、見ていただきたいと思います。下の方はこう、このずっと上から下へ続くグラデーション、これは、立山を富山湾から、見た絵で、この部分はちょっと海を表してるんですけれども、海を墨の面白さで、簡略化して、表現して、でその向こうに 3000m 級の、立山が連峰がこうそびえ立つと、そういう絵なんですけれども、でその、山の方は同じような墨色 を筆の使い方で、描き分けて色の違いを表現していくと、この2箇所これをどう描き分けていくかというところに注目していただきたいと思います。まず海からいきます。この筆の中に作ったグラデーションをで今ここの海の色を作りました。でこれに少し変化を与えるのに、墨の、面白さをちょっと遊べる部分なので、ちょっと変化を与えてみます。今ここに少し水で、アクセントをつけます。いろんなやり方があるんですけど、で両端を少し、水をすると、その水が乾く前に水をかけると、その部分だけがこう取れるんですよね。墨が、乗らなくなってしまって、でそこにこういう点々の花が咲くような点々ができてきます。これはフラットな同じような色が続いているときにちょっとこうアクセントを与えたりするのに面白い効果なので、この絵の中で使っています。あと両サイドのこう抜きがあるんですけど、これはもう絵によって考えてください。これすごく長い絵だったので、ちょっと左右にアクセントを作ったのですけれども、これは紙が割と四角いので少しあまり強いアクセントを与えていません。それでは今回は、かなり平均的に筆の中に墨の色が入っています。でこれを筆の使い方で少し、変化をつけながら描いていきます。ポイントからですね、はじめこの立山の、ポイントのところを少し活筆気味に描いていきますね。強く出すぎるときはちょっと色を雑巾で拭いて、布で拭いて取っていきましょう。は
初め考えるのは形ですね。形と質感、色のことはあまり考えません。色は後からつけてるので、初めはこの生の紙の時に考えることは形と質感です。ポイントからだんだん離れていくと色がだんだん薄くなるようなイメージで、ちょっとグラデーションができていくようなイメージで描いていきます。今第一のポイントが一つ強いところからだんだんこう抜けるようにポイント、次第二のポイントこちら、第三のポイントをちょっとこちらに持って考えていきたいと思います。ここのポイントを次の中心がこのあたりかな。ここから描いていきましょう。今一つ二つのポイントができました。この三つ目のポイント、まあ、ここから書き始めて少しずつ弱く書いていくと、ですね。ポイントをつないでいきます。もう少し書き足りないところを少しずつ強めに書いていきます。大体これぐらいで初めの形と質感のようなところはできたところですね。でこの上に重ねて少し色を入れていきます。これを染めるという、過程なんですけれども、淡墨でこれ色を考えながら、影や色っていう要素を入れていきます。で染めていきます。これは割とラフに少し影を入れたり立体感を出したりしていくということと、下にちょっと霧のようなものを想定してるんですけども、その霧と山の境目を少し作っていきます。ここではその光を感じさせたり影を入れたり、あと色ですよね。そのちょっとこのもやの下のちょっともやった霧のような白さを入れたり、そういう色や光影、そういうものをここで描いていきます。でこれでずっとこう臨場感が上がってきます。これも常に筆順を考えてほしいと。墨を取って始めるところは常にこう強いところから始めて、書いていくうちに墨が、枯れてきて筆がこうそんなにどっと墨が出ない状態になってくるので、色が当然薄くなるんですよね。だからポイントの出から始めて周辺に移っていくと、その色が自然に筆が勝手に色を選ぶ適度なその場所に応じた色を出してきてくれるので、その筆順というのがすごく大事になってきます。あまり説明的になりすぎてもこのサクッと描いた筆の面白さとかがなくなるので、ある程度ほどほどにしましょう。それからここのもやの白さが今真っ白のまま全て残っているので、ちょっと変化を与えたいと思います。少しもやの上の方の白さを残しつつ、ちょっと変化をつけて真っ白をなものの量を減らしていきます。
今日もこの境目の白さがちょっと強いので少しだけで色を変えていきましょう。今回は立山を描いてみました。いかがだったでしょうか。この海の部分は筆のグラデーション、筆の中に作った濃淡を使ってのグラデーション、それから山の部分は筆の中には同じ色の墨が入っているんですが、筆の使い方を工夫して、濃淡をつけていくというこの2つの墨色の使い分けで、水墨の色は作られています。まあ、皆さんもいろいろ試してみてください。